大阪から来た、ゆうかです。ちょっと協力していただきたいんですけど、いいですか？いいですか？3分ぐらいって言われたんで、3分ぐらいでちょっとバーってアピールするの難しいなと思ったんで、ちょっと質疑応答風で、ちょっと質問をしていただきたいんですけど、いいですか？そこに載ってることを、私に気になってるかのように聞いてほしいんですけど、どうぞ。じゃあ、今日のメイクポイントは？メイクポイントは、本当は友達からもらった1万円のちょっと粉を、友達からもらった1万円のパウダーをつけてこようと思ったんですけど、大阪に忘れちゃったのでキャンメイクの粉で粘ってることです。はい。好きな野菜は？野菜はトマトです。はい。長所と短所は？長所は笑顔がいいところで、短所は笑顔以外がちょっとあんまり可愛くないところです。好きな動物は？好きな動物はウーパールーパーで、私ちょっとウーパールーパーのスタンプを出してて、ウーパールーパーのまるちゃんって言うんですけど、私ちょっと金欠なんで、よかったら検索して買ってください。はい。今一番行きたいところは？ディズニーです。好きな歴代ミス ID は？は杉本桃香さんがすごく好きで、私とはすごい真逆な、雰囲気とかその文章とかもすごく上手で、桃ちゃんがすごい好きです。2歳になったらやりたいことは？やりたいことはモデルとかアイドルとかはあんまり考えてなくて、映像作品にすごく興味があって、フィルムスタディーズっていう記事を読んですごい興味が湧いて、もう絶対2歳になったら参加したいなって思いました。最近の悩みは？最近の悩みはちょっと待ってください。最近の、お金がないことなんで、よかったら買ってください。はい。突然ですが、マジックをやっていただけますか？マジックですか？ちょっと待ってください。いきます。ちょっとよく見ててくださいね。いきます。はい。以上です。最後に、はい、ちょっと特技を披露してもらえますか？特技は、ちょっと待ってください。私多分誰もミス ID の子ができない特技があって、ちょっと見ててほしいんですけど、いけます。関節がめっちゃ柔らかくて、よく気持ち悪いって言われます。以上です。ありがとうございました。終わります。これ写真である最後の写真で、はい、これは結構顔が変わったよ、はい、っていうことですか？ちょっと頑張りました。これは別にお直しとか整形とかではなくて、化粧とか痩せたりとか、矯正でもちょっと自分でお金出したりして頑張りました。